僕らの音楽、今夜のお客様は70年代に活躍し、2002年にリユニオンを果たした NSP の皆さん。彼らの復活に果たして勝算はあるのでしょうか。コンベース井川和人さん、アコースティックギターボーカル中村隆之さん、セッションボーカル天野茂さん、夕暮れ時にぼんやりベンチに座るのか、散歩するのもいいけれど、ちょっとダメだ、出だしうまく歌えなかった。お皆さんね、はい、今日ボーカルだけです。そうなんですよ。はい、さすがにハンドマイクは断られましたけど、はい、ギターチャーさん、なんだよ、チャーの方が人気あんじゃん、すごいことになってる。昔からそうなんですよ。平野中村いないっていうのは久しぶりだからな。やりやすいやりにくいな。うーわーって横で言ってってもらうとさ、何も言わないじゃん。意外と平野君の話が面白いんだよね。ええ、平野は最近すごい面白い。昔から面白い。あのボケ役だもん。そうそう。最後に私たちは聞いてみた。 NSP は僕の青春なんで、音楽と一緒に歩んだ青春だね。うん。さよなら。何の街？わかんないです。ここに、あの最初からついて売ってるんですよ。あ、